小学生こう多感な時期にですね取り組んでいるものをまたこう続けてですねやってもらうでこう、ま、あの周りでですねサポートしてもらっている保護者の皆さんとか関係者の方があってこう自分たちがこうそういったスポーツに取り組めているっていうのをですねまたこういう舞台で改めて感じ取ってもらえたらなと思いまして、今日の舞台を設営いたしました。小学生でそうやってしてくれるのはとてもありがたかったし初めてでとても嬉しかったので楽しい環境で野球ができたと思います。将来の夢はやっぱりプロ野球選手です。